1968年の阪急ブレーブスでは、1968年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、西本幸男監督の6年目のシーズンであり、2年連続のリーグ優勝を果たしたシーズンである。日本一を逃したものの球団創設32年目での初優勝を果たしたチームはこの年も優勝候補の本命に上がったが、4月は2位で終了。 それでも5月以降は調子を上げていくと6月には、首位に立ち、前年 B クラスから巻き返しを図る南海や、東京との主位争いが、前半戦終了まで続いた。東京が失速した8月以降は、南海とのマッチレースが、最後まで続き10月11日の阪急対、東京戦と、近鉄対南海戦の2試合で優勝が決まる大事な、試合は2位南海が、 日本生命球場で近鉄に敗れ、半球が矢野清のサヨナラ本塁打で、東京に勝ったことにより2年連続のパリーグ連覇を達成。投手陣は、エース足立光弘が怪我で5試合の当板に終わったが、米田哲也の29勝を筆頭に5人が2桁勝利を上げるなど好調で、防御率は2.92位で、難解と同率1位だった。打撃陣も、ダリル・スペンサー。 長池特使の活躍で154本塁打とリーグ2位だった。シーズン終盤までの難解とのデッドヒートの影響を懸念する声も上がったが、巨人との日本シリーズは初戦を勝利。しかし、経験豊富の巨人に2勝4敗で破れ球団初の日本一はならなかった。日本一こそ逃したものの、オフのドラフトで山田久し、加藤秀治、福本豊といった。 名選手を獲得した。ありがとうございます。